はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。はい、南禅寺ということについて今日はやっていきます。はい、南禅寺って何ですかということになるんですけど、臨済宗の中で最上位に位置しているのが南禅寺ということになります。はい、南禅寺、臨済宗の中で最も要するに一番位が高い地位にいますよというのが南禅寺ということになります。この下に鎌倉御山と京都御山が存在しているわけですが、鎌倉御山と京都御山については次回以降しっかりと見ていきましょう。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。